はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。太閤立志伝 5DX 始めていきましょう。第3回目ですね。いつも通り、Twitch で、配信しております。久しぶりですね。旅行から帰ってきました。長野に行ってきましたが、そこから帰ってきて初めての配信ということになります。まあ動画を上げたり、あと BGM 流したりはしてたんですが、リアルタイム配信は久しぶりということで、ご覧ください。よろしければ Twitch のアカウントフォロー、チャットコメントお願いします。 Please Twitch My Channel アカウントフォロー and チャットコメント Please。2日後の29日の21時に YouTube でこの動画アーカイブプレミア公開いたします。ぜひ YouTube もチャンネルを訪れてください。チャンネル登録、動画の高評価お願いいたします。 This Live アーカイブ My YouTube チャンネルアップ Two Days After プレミアライブMy YouTube チャンネル Subscribed and Good ボタン Please。 旧 Twitter である X、やっております。ぜひ、こちらも見てください。 Twitch のチャット欄にアドレス記載してます。そして、Twitch のアカウントフォロー、ツイートのリツイート、リポストか、リポスト、そしていいねお願いします。Please TwitterX アカウントフォロー and リポスト and グッドボタン Please。 はい、ではやっていこうと思いますが、さあ本格的に始めていきましょう。今回も軍資金調達か。あ、今回はか、普通資金だったからな。4000貫に増やすということで、まあいつもの通り軍資金増やすんですが、体力は100万ターンあるんで、早速移動しよう。あ、まあ出ないといかんのか。行き先して、
機内へ行きます。なんかメカタってとこに行けばいいらしい。メカタってどこだ。メカタ、メカタは今の安土城ですね。そっちに行ってみます。スタート。で、目方で陶磁器を帰っていってます。全部買いましょう。超交渉にルーレット OK。 お、危ない危ない。あー惜しい。線だったからな。そしてこれを持って今日に行くってことか。そうだ、配下を、足軽大将になったから配下を雇えるようになった。そうか、残念。まあいいでしょう。京都へ。これな、京都へ行くんだったら本当行かせてほしいな。まっすぐ、お前誰だ。あ、なんだ、墨酒。なわけないでしょ。ご冗談をほどほどにしやされということで、座にとりあえず意味がないんで、陶磁器を売りに行きます。もちろん全部これだけを儲かりますけどね。さらに交渉で、あ、ダメだ。で、お茶を買うと。もちろん全部。OK。最後が一番難しい。あー、承諾。これで1000の
儲けなったってことかな。あ、買っただけか。いろいろありますね。はい、聞きましょう。やっぱり朝廷対策は大事ですね。あー、あげましょう。それなりに喜んでくれたみたいということで。あー、一個だけなんだな。秀次事件は1595年だったと思う。寺もあるんですね。医師の宅、これは病気を治療できるんだ。あと薬を買うことができる。満金丹でも買うか。いや、別にいい。しようか。なんかいろいろ買えるね。種子島買っとこう。お、来た。うん、残り33日。行けるとか何番地ぐらいか。なんかドラクエみたいな音楽だな。かん、いや20日はつらい。ルイス・フロイスじゃん。まあルイス・フロイスは結構長く生きるんで。ああ、600問か。いや、あと行くと、新規行くとこって民家ぐらいか。
ミヤもあるが、行こう。そして堺へ行って針に帰るんだ。はい、あ、斎藤辰興が後を継ぐ。今度は誰？まあまあ安いやつ。で、座に向かう。茶を売ります。全部。まあこれでも美味しいけどな。惜しい。で、針を購入です。ん？針だよな。もちろん全部。次が今浜。今浜って彦根だったよね。今浜は今浜は長浜だ。今で言う滋賀県長浜市。売ります。針を売る。もちろん全部。さあ最後、問題はここなんですよね。惜しい。陶磁器か。陶磁器を全部買う。なかなか揃わない。
解放。あと27日か。で、石山の町はどこだ？ここだ。石山に移動すると、道場があるぞ。まあとりあえずザで売ります。もちろん全部。ああ、ダメだ。で、ここで大根を買う。全部買う。え、なんか安くない。石山、紙を買った方がいいのかな。紙を買った方が良さそう。あー、やっちゃった。オッケー。100。道頓、道頓堀の道頓か。行ってみよう。あ、いないのか。時間がないよね。無理だよな。で、紙買ったんで、堺に行って硫黄に変えるっていう流れか。倍、なんかその言われたノルマの倍で売ればなんかあっぱれらしいから、それで売りましょう。じゃあ全部で、残ったものは内部留保しましょう。あ、ダメだ。しゃあないな。いようか。ちょん全部。あー、惜しい。直越、まあないな。さあ、千利休。さあ、千利休とも対決。
いいよ。あ、惜しい。まあ、いいでしょう。さあ、今日に行って車と交換か。あと24日。どうやってあげるんだっけ。あ、まあ、1万超えましたね、お金が。4000の倍は8000だからな。マゴマ？まあ欲しいのはお茶ですね。ちょっとお金が上がってる？よっしゃー、大当たり。だいぶ安くなりましたね。サフロイス。出ましょう。御所へ。道場へ。吉岡。一騎打ちです。ヒーって何があったっけ？まだ無理だな。嘘。早い。あと何日だっけ？あと19日か。そう、最大売りましょう。あれ？保証できないんだ。で、最後針買って京都へ行くってことか。ああ、交渉ができないんだ。
25日を宿泊できるか。なんか人がいた。しずくは金が安い。で、京都、最後京都へ行って。今戦うのは無茶だったっけな、吉岡と。じゃあ、安いやつ。嬉しいね。あ、そうだ。アイテムがあった。体力って回復できないのかな、これ。座を行って、最後。チャオ買えるんやったら買うけどな。まあ、茜だな。茜だけ買って。OK。これで、出ましょう。帰りましょう。あ、違うわ。で、休んで。ようやく握り口逃がし。すごい。さあ、8000出せばいいから。500ぐらい入れとっか。出ましょう。でもう城に行こう。で、倍。これで多分あっぱれになる。何日だろう、柴田勝家。ちょっと弱そうなやつと。相手早いな。あ、違う。OK。こっちも切られたが、すぐ回り込んで、OK です。あ、いや、まだ死んでないのか。後ろに回り込んで、OK。勝ちました。です。すごい、人生をプレイできるんや。
前田に行ってみるか。でも、ちょっと休まないと。足軽大将に、橋姫、川中島です。61年、出た4回目の戦いな。あのちょうど長野に行った時にこの川中島のあの戦場の跡地にも行きましたからね。4回目の八幡原の戦いのそこ、今あのあれですね、長野県だったっけ、長野市の博物館が建ってますね。公園にもなってます。そう、そういうことですね。はい、とりあえず城へ行って、これ多分あっぱれもらえると思う。協定前時間がある。あれ、いや、さすがに推挙するわけはいかんだろう。なんか笹成馬さん、どうしよう。まあ交易してあの しぶとくお金を稼ぐのもありだな。ここからちょっと1200ぐらい出しとこうか。これでまた公園に行きに行こう。でもバトルするんだったらあの16日あるんやろ。まあでも機内だけ行けばいいとは思うよな。そこは行ってみるか。いや、移動中止。一応セーブしとこう。
武芸ってなんだ？嫌だな。オッケー。オッケー。後ろが捕らえた。あ、でもやられなかった。運が良かった。どうなる？正面からか。でもこちらがあの先手取れて相手は動けないな。避け合えた。もうちょっとなのに。OK か。やりました。武芸の連続斬りを過去です。あ、一応連続してあの取ることはできるんだ。まあでももう攻撃品を買って稼ごう。で、硯を買う。あれ、ああ。お金ってここで売っちゃダメなんやろうな。お金は石山で売らなきゃいけなかった。まあそれでも悪くはない。怒られた。ちょっと真面目にやろう。オッケー、大当たり。で、堺に行って、斎藤勢の、桜の多いってこの間会った人じゃないの？提案した人じゃん、信長にって。全部売る。まあ、これだけでも儲かるんだけどな。あ、惜しい。
麹を買う。星崎ってなんだ？クルフリージョはちょっと遠いな。何番車？いいな。2つぐらい買っとこう。もちろん交渉。で、石山に行って、大根を買うか。ちょっとお待ちください。はい、お待たせいたしました。
で、石山は、あ、間違えた。低労働の問題もある。行ってみよう。須代か。一泊だけ。で、ここでいろんな人と会うことができるから、室戸岬いいなぁ。秋蔵酒、あ、まあ、蕎麦といえば蕎麦か。2、30キロってとこだよな。知ってるが、ん？大根？あ、大根じゃないわ。これを京都に持っていくんだ。で、また風呂椅子。もちろん全部。京都やで、あかねを買う、全部買う、40かな。どこ？内城ってどこ？山は用はない。なにこれ、価値3。入れない、入れない。
だそれやめとこう。ん？ちょっと待って、入門？親密度がだんだん上がってきてはいるが、お金は買ったんだよな。だから石山に戻って。あ、なんか忘れた。あ、惜しい。全部室外かとこう。酔った男と手合わせはできない。知ってるがなかなか会えないんだよな。一泊だけするで、そりゃい合ってくる。おお、なんかもらえた。田楽の知ってる。行こう。28日か。今次が堺。なんか欲しいな。
着替えた。え、嘘。なんで向こうの方がスピードがあるのか。ちょっとまた行動で秘技で。あれ？なんかアイテムって手に入れられないの？無茶しすぎた。ゾガに行く前からだよな。今だ。え、嘘。残り1体。しかし場所が悪いな。避けられた。あ、避けられた。やばい。一点ピンチ。え、嘘。でもまあ連続斬りは手に入れられた。
しい。一応これマスターしたんで行きましょう。あ、宿屋宿場町で、で電学炉を取得して、ちょっとやってみるか。あ、でも組打ち鉄砲っていうのを手に入れた。下手だけどな。出ましょう。で、象牙の町だから、あの引き上げながらちょっと帰っていこう。全部で、麹と言いたいとこだが、いよ、ここは硫黄を買います。金？いや、麹だと？なるほど、じゃあ硫黄だな。大当たり。で、メカタへまで、メカタは、当時か、当時は今浜があるから、you
武力は41か。統率政務。そんなにいいわけじゃないよな。大当たり。さてと、今目方だろう。当時はないかな。掃除機を買ってちょっと100だけ。米沢遠い。四季山か。悪くはないんだけどな。拠地期間ん、違うわ。キオスの町へ行くんだ。いや無理でしょこんなの。危ない危ない。オッケー、残り1体。
かった。なんか槍を手に入れた。入りましょう。で、座で振ります。あ、間違えた。これす。当時井の口でか売らなきゃいけないみたいだな。まあいいや。とりあえず100。数指定で1日だけ休む。そうすると目が安い。射撃のレベルが上がって何をプレイできるのか。一旦セーブしよう。で、とりあえず本庄期間でもね、金庫入金、3500ぐらいかな。マキータ。行こう。さあ、表情が始まりました。あれ？建築ってなんだっけ。あ、でも建築意味あるんだ。テトリス。あ、違うわ。じゃないかな。で、まあ素直にこの辺を
かなり親密度高いな。手汗やってみるか。かなりお金も稼げたしな。ちなみに今行動って何があるんだ。第一案、あ、違うわ。今さら、OK。OK です。あ、でも、もうちょっとやったのに。勝ちました。いろいろある。トートム秘料理まで。お。井の口行こう。カニア会うべく井の口へ。でもその前に清水へ行って間違えた。織田信也に会えなかった。陶磁器を買う、全買う、交渉する。あー惜しい。井の口へ行く。出た、コロク登場。日吉丸だったもんな。矢作川か。矢作川はどの辺だろう。岡崎とかあの辺だな。安城とかその辺だろうな。
あ、コードケアサイトについてたんだ。あ、稲葉さんだ。やっぱり稲葉だ。ということで、さえ、で、公益品売却で押しながら、100としましょう。今何日だ？足当たってもダメなんだ。馬が安い。ホリホリか。まあ、行ってもいいけどな。
ってあと何日だ、あと14日か。清水へ行こう。なんて装備用の武器いらん。刀とか欲しいんだけどな。脇差しとかもね。野口で買った紙を売るってことか。大当たり。か、ろうそくに巣があるんだが、まあでも今はもうやめとこう。帰ろう。で帰還しましょう。もちろん食べます。これか体力回復するからな。金庫、入金。また儲かった。500ぐらい施してもいいんじゃないかな。もうどうするかだな。まあずっとこの辺は滝川氏に教えてもらおう。次は
と5日、実物情報でまだ1だな。まあ、信長に手合わせして勝てるとは思わんし、しばらくは手合わせせずに、勝手なことを言ってすまんのがそれがしを。ああそうの残してくれないか。おーおーっと浅井長政も黒田長政も山田アナウンサーも美味しいな。いろいろ遊べるな。2日、上へ行こう。ついに来た。そのまた一夜城だ。うちはどこにいるんだ。ここで貢献してあんまり出過ぎないようにして、これいいの？早いなこいつ。なんかスピードの差があるな。まだだ。ああダメだ。カーが渡れないんだ。新速じゃないな。
やばいな、寝られてる。すごい削った。
手堅いな、なんかすごい。
勝ちました。なんか中途半端だったな、よくない。コロクを手に入れた。モーリーじゃん。なんて？カドヤ？もちろんもらえ与えます。そんなに重要なのかもしれ、重要じゃないのかもな。モーリー？あ、でもそんなに能力高いわけじゃない。現状？いや、ダメだな、これ。帰ろう。部屋って何？予定まで54キロか。さてどうするかな。難しいな、この後の。もちろんお金稼ぐのもいいけど、引き続き。勝利。そろそろ出て、いつもの攻撃やるか。
ちや。まあ、とりあえず井ノ口へまず経由しよう。お金が足りないんだ。またいつも通り象牙の町へ行ってみよう。あれ？なんか買ったっけ？買ってたっけ？スズリだよな。象牙だからまあいいや。象牙からは熱きす。鍛冶屋に行けばなんか間違えた。全部売る。で次石山だよな。石山へ行くが、まずその前に宿屋で、ボール買っとこう。面白そう。ああダメだ。
ナンバー物の中に刀とかないよな。じゃあいいわ、もう。統計がある。また。大根。会おうとしてるんだけどな、なかなか会ってくれないんだ。高卒が96、魅力が上がって、武力はでも60だな。人たらしだからな。いろいろまあもらってはいるけど、まあでも今はいいや。京都へ行こう。で早速フロイスに寄付しておこう。
京都あかねで石山に戻るんだ。そう、全部買う。はい、何これ。京都で茶は売れないの。いや、これで堺に行くのか。全部売る。で、針を打って京都で売るか。
とりあえず今日へ行くダストには、本当だろう。うん、行けるとこがないから、まあもういいか、帰ろう。あー、でも20日あるけどな。一周やってもいいかもね。針打って京都買ってきたから、浴衣へ行って、誰？19日か。誰？もちろん全部。あー、ダメだ。
書物、一般場所っていうのがあるみたいな。あ、これを買えばいいだろう。で、ここで、寺に行って、あー、でもまだ無理だな。京都から もうダメだな。御所に行って。なんか急に勝手に天南試合が始まってるが、この気合ってなんだ。あ、酒井忠次か相手。あ、対象が存在すれば切れるのか。1年に1回だけか。帰ろう。つらい。はい。食べていくとか言ってなかったっけ。まだ
まあ稲葉山城で妥当だろうな。お、一体を与える、これいいのかな。なるほど、足軽大将として2000が与えられる。あ、なんかもう戦い急に始まった。ちょっとこれ無理だろ、一番やりは。強い。すごい、一気に増えた。お、一気になんか落ちた。わ、なんだこれ、ビームが飛んできた。どうなの？やっぱモチベーションが落ちるのか。うわー、大天門が、でもあんまり減らないな。ファイヤー、次やってみよう。あんまり減らない。縄文爆破するんだったら、あのむしろ味方攻撃した方がいいかもしれないよね。勘弁。
川和正。わお。ではちょっと城硬いんだ大垣城これな。ビームがモチベーション下げるしかないな、やるとしたら。なるほど、放ってもあんまり落ちないんだ。持ち目下げる動きの方が良さそうだな。ビームが徹底してちょっとい今のなんだ、今なんかすごい士気下がっ、相手の士気下がったけど、まあ士気さ回復させた。ビームが飛んできた。持ち目落とす。結構痛いよね。もうちょっとだな。結構ムーンの耐久度が削れるようになってきてる。工場戦だからか。
もうちょっとだな。もうちょっとで門が、門の耐久が落ちる。そうすると、あい、相手のあれが落ちるはずなんだが、モチベアップ。あ、ビームが。モチベーションさらに上げようとはしてるが、
え、そんなん無理でしょ。相手フリーだよな。強いな。もうちょっと、ミヤマルも。やばいな。あ、本丸落ちれば。なんだこれ、連続斬り。
え、何？がここら辺は強力だな、数があれでも。あ、えぐい。本丸も半分以上削れたな。勝ちました。まあ、しゃあないよな。
最高か、ちょっと。2000ぐらい入れとこう。半米勧誘稲葉山潜入となってますね。なんか指名目標は半米の勧誘だということです。まあでもモチベなんか上げる必要ないし、空港があって、まあ、ひとまず、次回、反米の勧誘を言い渡されたということで、今、スノワタと、親城を取りましたね、改めて。で、稲葉山城へ行くということで、勧誘を次回竹中半兵衛の勧誘を行いたいと思います。見ていただいてありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。 YouTube ですね。
はい、Twitch のアカウントフォローもぜひお願いします。Please Twitch my account follow please。このライブ配信のアーカイブは YouTube で行います。2日後、29日、21時頃にプレミア公開の予定です。ぜひ見に来てください。YouTube のチャンネル登録、高評価もお願いいたします。This live archive, my YouTube channel, Premium Movie, Two Days After, my YouTube channel, Subscribed and Good Button。そして、旧 Twitter である X のアカウントを持っておりますので、ぜひアクセスしてください。アカウントフォロー、ツイートのリポスト、いいねもお願いします。ツイッター X マイアカウントビジット&フォロー&ツイート、リポスト&グッドボタンプリーズということで、対抗立志伝5DX をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。